皆さんこんばんは、 MK です。カービィバトルデラックスパート15やっていきましょう。今回も前回に引き続きゴールドリーグの方を進めていければと思います。そして前回リーグポイントが溜まってドクターカービィが使えるようになったということで、今回はドクターで勝ち上がっていきましょうか。果たしてどんな能力なのか気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでまずはこちらナンバー7激突ウィップ3人衆からですね。使える能力はどれでも OK で勝利しろと。 35LP 結構リーグポイントももらえますね。まあポイポイトレインは結構 MK さん得意ですので、相手がウィップオンリーだとしてもドクターでなんとかなるでしょう。そう、ドクターカービィはこの大きなメガネが可愛いんですよね。ロボボプラネットから出てきた能力で、これが2作目かな。まあ厳密に言うとカービィファイターズ Z でヒールドクターっていうのがあるんですけど、まああれはドクターカービィではないっていう多分公式扱いですよね。なのでまあドクターカービィとしてはこれが2作目、そして 3D で言うと1作目と、ディスカバリーにも出ていない能力ですので、唯一ドクターカービィを 3D で動かせるのはこのカービィバトルデラックスなんじゃないでしょうか。そして待って、ウィップさ、それさ、ちょ持たないで、持たないで、遠くからでも鉱石ゲットできるのずるすぎるな。おいおいおい、これかなり不利だぞドクター。このポイ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 、あれが投げれるだけなんだよカプセルが。そしたらこっちの鉱石全部取りまして、落ち着け落ち着け、はい、ここ全部入れてきて、まあ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 多少入んなかったけど、現状ポイントはうわ1点差なんとか勝っております。ドクターの能力しっかり見たいんですけど、これ鉱石をずっと持ってないといけないから能力とか試せないって、あらちょっと待ってちょっと待って、いやずるすぎだろウィップ。そう考えたら、これどうやったらさ早く降りれるとかあんの、レバガチャ。あー待って、ちょウィップずるすぎ、ちょ下ろして下ろして。でこうちょ倒れちゃってるんですけども、はい、なんとか鉱石入れていく。いやちょっとこれじゃあ数が少ないな。はい、なんとか5ポイントのやつは取りまして、落ち着けよ。これ相手が持ってる、あぶね、持ってるうちはいいんですけど、あの鉱石をね持ってる時は攻撃できないからさ、持ってない敵はマジで気をつけないといけないぞ。うわこれいけるか、ほい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 、オッケー、ナイスナイスナイス、今のよく入った。とりあえずこれで27ポイント、かなりリードはしておりますが、こっから5点の鉱石とかが増えてくるので、あまりねあの油断はできないでしょ。これ倒しきれるんじゃないか、落ち着け Y で、あなるほど、あー通った、ちょ早く出して、そっからちょこれ早く降りるのマジでどうやったらいいのかわかんない。あーもうなんか持っちゃってる、持たなくていいよそれカービィ。ここ飛び越えられねえのか。うわーそこの5ポイント取りたかったけどしょうがないね。はい、そして2倍のと、うーわ待って、もう2倍のとこれさ入れられたんじゃない今。待って、もしかしてめちゃくちゃやばいのでは。2倍のところにあの5点入ったらもうそれだけで10点でしょ。やばい、はい、ここ最後2倍のとこポイポイポイ、オッケー、さすがに勝ったと思うよ。で Y でこれあれだ、あの問診票アタックみたいなあったじゃないですか、ロボボの時もね、ダッシュ攻撃だったやつですけども、あれが使えるみたいですので、まあちゃちゃっと攻撃したい時はこの問診票アタックでいきましょう。で B でカプセル投げ、他はあのロボボプラネットの時だとなんかあの三角フラスコとかを周りに出してバーンみたいなやつがあったんですけど、あれは使えるんでしょうか、いまいち分かっておりません。とりあえず勝利 OK。 いやドクターカービィ可愛いよね。 MK さんカービィの能力でもかなり好きな能力なんですけども、皆さんどうでしょうか。ということで次勝てばまた新能力が手に入りそうですね。頑張っていきましょう。新しいリーグバトルも追加されているということで、はい、次が8番フラッグ担いでボールを当ててどれでも OK で勝利しろと。これはバンワードと協力形式ですね。まあ前回もねバンワードフラッグとか持ってくれてなかなか助かったので、今回もなんかね助かれば嬉しいなという感じでございます。相手はパラソルとハンマー、どうだろう、あんまわかんねえな。フラッグシュートどの能力が強いのか微妙だからさ。よーし、まずは、はい、これも早速持つよ。早速持って投げていく。今の当たった判定じゃないの？ちょ。はい、フラッグに投げる。素晴らしい。相手のフラッグも持てるんだったっけ？あれ、そのあたりがちょっと曖昧なんですが、持てるとしたら、ちょっとバンワード持ってきてほしいな、普通に。ここ、いけ！オッケー、問診票アタックからの、はい、フラッグに当てていく。素晴らしい。ちょっと、相手、弱すぎるな、これ。前回も MK さんの圧勝だったからさ、今回多少なんかね、あの戦い感が出ればいいかなと思っておりましたが、はい、問診票アタックで投げていく。待って
相手が何もしてこないに等しいんだが、はい、これで3点。こっからはフラッグが2本とか立って逆転しやすくなるんですよ。相手が、あ、まだ次からか。え、何、あ、合体して出た、何それ、どういうこと、え、初めて見たんだけど、これ何、これ何、これどういうこと、どういうこと、どういうこと、はい、まずこれ持ってこっちが、え、どういう、あー、ビッグ、ど、何、何をしたの今のは、説明して私に、バンワド今何した、ダンクした、ボールをダンクしたんじゃなくてゴールをダンクした、え、それわかんねえんだけど、わかんねえ、これこっちが、うん、これどういう判定、もうそういうことか、これ MK さんが投げても赤側に当たったらダメなんだ、それはむずいって、ちょ待てよ、これ青側、え、これ側は変わんないんだよね多分ね、ちょ落ち着け、どっち、やっば、逆転される、やばい、逆転される、これ次取ら、まあ次までだったらなんとかなるけど、その次がやべえな、落ち着け、これちゃんと入れるぞマジで、まバンワード、それ大丈夫か、持たして、ちょだったらバンワード最高、私何もしてない最後後半3回ぐらい何もしてないんですけど、バンワードが勝利に導いてくれました。一緒にプラチナリーグ行きましょうね、ということでハイフラッグシュートなんとか勝利することができましたが、完全にバンワードのおかげだって、後半の4点全部バンワードだったもん今。なんなら私オウンゴールしてるし、まあまあまあいいんですよ、勝ったは勝ったなんでね。序盤の方は私が活躍してましたから、まあそれでトントンといったところでしょう。ということでなんとか勝利、これで新能力手に入るんじゃない、そこの、はい、ライン越えまして、お、新しい能力トルネイドをゲット、激しい竜巻となってライバルを弾き飛ばせるトルネイドか、なるほどね、使いたいけどまあ次回に取っておくとして、今回はドクターやっていきましょうか。まだまだゴールドリーグいきますよ。そしてゴールドリーグ、あのリーグアップ戦ではメタナイトと戦うことになると思うので、そこも今から楽しみなんですが、仲間と戦うタンクバトル、使える能力はどれでも OK で勝利しろと。 25LP、 ここに来てあまりリーグポイントはもらえませんが、そうなんかね、このアタックマシン、なんだったっけマシンダッシュホイール対決みたいなやつ、なんか2種類ぐらいあんだよな、厳密に言うと。あのホイールでバーンって相手にぶつかってチップ集めるやつと、このタンクみたいななんか光線を出せるやつで戦う、なんか2種類あんだよね、いまいち分かってねえんだその辺の違いが。なんで取られてんの今の、ちょ忍者が強い、これ投げろ、オッケーオッケーオッケー、いいぞ、あ、これでいいや、遠くからもうずっとカプセル投げてればそれで強い、オーケーナイス、落ち着けよ、これ相手が降りてきたらでいいぞ、相手が降りてきたら攻撃していきたい、ここまだまだ点滅してる、まだ点滅してるよ、いっけビーム、オッケー、今の当たったか、はいビーム、素晴らしい、もうこれずっと MK さんが持っときゃ勝ちだから、はい、でこっちに打って、素晴らしいよ、待ってハイファイト強すぎるって、ちょバンワード回収しといて、やばい、ちょバンワード助けて、おらうますぎ私も、でちょ落ち着け、まだ点滅してるな、やばいファイター来てる、おらもうこれ渡さないから私、ずっとこれ持っときゃ勝ちなんで、はいファイターさらに倒していく、で忍者の方にも打ちまして、やばいファイター、おらうますぎちょっともう一個バンワードがちゃんと拾ってほしいな、これバンワード早く来て、ちょファイターに取られちゃう、バンワード何して、あら、しかもどっちも取られた、ちょナイスバンワード、どうした、やばい、問診票、これさ、このアタックでいける、これで、あ、待って、ちょ、OK、ナイス、あー、また乗られちゃった、ごめんね、今のは MK さんが悪いね、はい、ファイターの君たち、おら、くっそ、いや、言うて大丈夫だ、あと攻撃、バンワード、強すぎ、私ちょっとこれドクターだと全然あれが取れないんだよ、マシンが、パンワードがパラソルをうまく使って取ってくれておりました、ということで、これさ今更だけどさ、技のなんか説明とかって見れないの、スタートボタンとかであのこれまでのカービィって、あの本編だとスタートボタンを押せば、あの技一覧みたいなのが見れたんですけど、今回ってそれないの今更がながら欲しいんですけど、まあ B と Y で攻撃できるってのは分かってるんだけど、なんかコンボ技みたいなのあったりするじゃん、ファイターだと、多分ドクターとかにもあるんじゃないのか、それが、そしたら次はナンバー10か、もう10か、ファイター同士のタイマンバトル、使える能力はファイターのみで1対1で勝利しろと。うわー、ドクター使いたかったファイターか、ここ
で見れるのかな。あ、この R で見れるの。あ、見れるじゃん。B でクイックジャブ、 BB バルカンジャブ。あ、ちょちょちょ、あ、あ、間違え、ちょ間違え、ちょちょちょ、読まして読まして読まして、違う違う違う、 R で読めんのか。BBB ライジンブレイク、ジャンプ中 B でスカイキックで、もう一段階か。はい、 B ためで回転切りで、 Y でドリルソード。まあ言うてなんか、え、これちょっと他のさっきのドクターとかも一応見ていいか。あるじゃん。バウンドカプセル、ためでフラスコスパーク、2段階睡眠ガス回復。うわ、回復とかあるの。ちょっとカルテインパクト、うわー、もうちょっと使いこなしたかったな。とりあえずファイターでいきましょう。てかパート15になってこの説明が見れるっていうのを知ったんですけど、教えてよ、もうちょっと早くみんな。MK さんずっと説明見ないでやってたじゃん。まあまあまあ、多少ご了承でもね、できるゲームではあるんですけど、ドクター言って、ドクターみたいにね、ある程度あの回復とかこう変わった能力があるやつはさ、やっぱ知っておきたい。うますぎる、今のコンボじゃない。はい、ここな、おら待て、 Y からの B 連打みたいなのが今つな、やっべえ、マジかあいつ。ちょ待て、タイマン負ける、タイマン負ける、ちょ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 、落ち着け落ち着け、おい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 、から、ちょ落ち着け落ち着けよ。おら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 、待て、おら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 、いいぞいいぞカービィ、落ち着け。ここぐーっと溜めて打っていく、素晴らしい、うまい、よかった、今の危なかった。正直今の負けてもおかしくなかったよね。相手も溜めてたからさ、あれどっちが先に当たるかみたいなところがありましたが、はい、なんとか勝利することができました。これでもうゴールドリーグか。今の 50LP もらえると書いてありましたが、昇格戦、うわ、メタナイト、さすがにソードカービィで行く、ちょっとそのあたりは悩みどころですけども、来たー、マックスリーグアップ戦に挑めるぞ。もうプラチナリーグか。ちょっと早いな、緊張してきたんですけども。はい、プラチナリーグ、リーグアップ戦への扉が開かれました。カービィ、僕もリーグポイントが満タンになったよ。このリーグアップ戦もカービィと一緒に戦うんだ。いや、バンワードの方が強い説あるな、最近。絶対に勝とうね、カービィ。もちろんですよ。うわー、来た、メタナイト、よくぞ勝ち進んできてくれた。そしてあれなんだっけ、メタナイズだったっけ、メタナイ、忘れたわ。やっぱりリーグアップ戦のライバルはメタナイトか。私の願いはただ一つ、本物の強さを見せてくれ。多少キャラ崩壊するんだよな、メタナイトが喋ると。メタナイツだったっけ、なんかいたよね、あのメンバー。メタナイトと勝負か。不思議だな、不思議かな。僕怖くないんだよ。あ、そういうことね。あのメタナイトと戦うっていうのに、カービィと一緒なら勝てる、そう思うんだ。おい、バンワード、ここに来てちょっと友情が芽生え始めてるな。行こう、そして最後のリーグに勝ち進もう、ということで。うわー、テレビ局の取材もたくさん来ている。一応答えとく、こんにちは。速報です。お、注目のお二人がメタナイトさんと直接対決します。お二人のとっておきの作戦があれば教えてください。とっておきの作戦、とりあえず頑張るってことかな。あわわ、すごい作戦ですね。全然わかんなかった。皆さんもこの後のバトルを要チェックです。いや、カンペメタナイトしか書いてないじゃんそれ。何もわかんないよそれ見ても。はい、ということでテレビの取材も受けたところで、じゃあ次回いよいよプラチナリーグへのリーグアップ戦に挑戦していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。